通りゃんせ、ここはどこの細道じゃ、天神様の細道じゃ、じっととして暮らしゃんせ、御用のないもの通しゃせぬ。この子の七つのお祝いに、お札を納めに参ります。行きはよいよい、帰りは怖い、怖いながらも通りゃんせ。子供たちが外でする日本のゲームは時々アメリカと同じようですが、随分異なっているゲームもあります。そして日本の子供たちのゲームは結構面白いと思うから、一つのゲームを教えてあげましょう。日本の子供たちのゲームの中で神と関係があるゲームが一番面白くて興味があります。だから、通りゃんせというゲームのことを紹介します。まず、通りゃんせの仕方は大体アメリカのロンドンブリッジと同じです。まず、通りゃんせは4人いなければ遊ぶことができません。そして、子供たちが多ければ多いほど楽しいです。それで、2人の子供が立って両手をつないで、橋のような形を作ります。橋のような形といっても、実は通りゃんせのゲームでは、そのつながっている手は橋じゃなくて門です。それで、みんながロンドンブリッジの代わりにもちろん通りゃんせの歌を歌います。通りゃんせを歌いながら手をつないでいない子供たちは、つないでいる二人の両手の下を通り過ぎて、そしてその二人の後ろを回って、歌が終わるまでそれを続けます。歌が終わったとき、つないでいる手を下ろします。それからその手を下ろしたとき、手の間にいる子供が捕まって負けます。それでその負けた子供は門を作っている子供の一人と変わります。通りゃんせは大体こういうゲームです。通りゃんせという歌は通りゃんせのゲームをするためだけじゃなくて、もっと深い意味があります。一般的に歌に出ているお母さんはある道の門を守っている人と話しています。お母さんはその道を通って天神様にお礼の贈り物とかを差し上げたいんです。天神様は学者的な信徒の神です。今、子供のため以外に入学試験を受けるとき、一流大学に入れるように生徒たちも天神様にお祈りします。昔、人生はとても難しくて子供を育てるのも難しかったです。子供は7歳になったら大人になりました。そして、両親は息子と娘が無事に7歳になるまで、よく天神様に、私たちの大事な子供たちを守ってください、と祈りました。まるで七五三の日に似ている習慣です。とにかく、通りゃんせは子供が7歳になって、お礼をしなければならないので、お母さんが天神様のところに行く物語です。今、日本では、通りゃんせのメロディーは道でも使っています。道の信号で車が止まって、歩いても大丈夫な間、通りゃんせのメロディーを聞くことができます。メロディーが終わったら、もう通ることができません。これは目が見えない人にとってとっても助かります。通りゃんせはすごいでしょう。深い意味があるし、いろいろな役に立つこともあるし、とっても面白いと思います。子供にとって通りゃんせのこういう説明がいりません。今、通りゃんせはただの子供のゲームだから、子供たちは何も考えなくて、そのまま通りゃんせをした方がいいんです。